どうもウリエルでございます。今回ですけどもこちらラコステのスニーカーを購入しましたので早速開封していきたいと思います。開封いたしました。こちらのスニーカーの購入に至った経緯なんですが、普段はあんまり衝動買いをしないタイプなんですが、こちらのスニーカーはアウトレットで購入したものになります。この機能美のあるシャレ感のあるデザインに加えてランニングシューズとしても使えるハイテク機能性に惹かれて購入してしまいました。今回の動画ではこちらのラコステのスニーカーのまず1つ目に機能性についてご紹介、そして2つ目にこちらのシャレ感のあるスニーカーのデザインの特徴についてご紹介、そして最後にこちらのラコステのスニーカーがかなりお得に購入できるお得な情報がありますのでご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。それではこちらのラコステのスニーカーの機能性についてご紹介していきたいと思います。まず1つ目の機能性なんですが、スニーカーには珍しくこちらのドローコードが採用されているところです。私はドローコードのアイテムとしてはキーンのユニークを愛用しているんですが、こちらかなりですね脱ぎ履きがしやすくて重宝してるんですよ。こちらはかなり嬉しいポイントです。そして生地にはこちら新品ですのでまだタグがついてるんですが、ゴアテックスの生地が採用されているところです。ゴアテックスといえばアウトドアでも有名な生地になるんですが、防水性浸透圧のある生地ですので雨などは靴の中に雨水を通さずに、逆にですねこの靴の中で蒸れてしまった汗は外に逃がしてくれるような優秀な生地となります。そしてこちらゴアテックスの上ですかね、リフレクター素材がついておりますので雨などの夜のランニングにも使用できるような作りとなっております。そしてインソールなんですが、ちょっと出してみますね。こちらオーソライトのインソールが採用されております。オーソライトといえばアディダスやアシックスにも採用されているインソールとなります。ネットで調べてみたんですが、オーソライトのインソールはクッション性が良くて足の疲れを軽減させる本格ランニングシューズに採用されるインソールとなっております。こちら嬉しいポイントですよね。そしてミッドソールなんですが、結構厚みがあるミッドソールになっておりまして、こちらには反発性に優れた推進力を生み出すペバックスプレート入りのミッドソールが採用されております。本当にデザインだけじゃなくて本格ランニングシューズと遜色ない機能があるところに私は魅力を感じております。それではデザインの特徴についてご紹介していきたいと思います。まず一つ目、一番気に入っているポイントなんですが、こちらのオールブラックのデザインにグリーンのラコステのマークが非常に映えているところですね。こちらのラコステのマークがあることで非常にシャレ感が増してますよね。これは一番気に入っているデザインのポイントとなります。可愛いですよね。そして2つ目の特徴なんですが、こちらの迷彩柄のソールです。ソールにはグッドイヤーのソールが採用されております。グッドイヤーといえば私みたいなアラサー世代は車のタイヤを思い浮かべるんですが、非常にグリップ力高そうですよね。なんといってもこの迷彩柄が裏面にあるので歩いてる時にちらっと見えるのが非常にシャレ感があっておしゃれだなと思います。それではこちらのラコステのスニーカー、かなりお得に購入できる重要なお知らせについてをご紹介していきたいと思います。定価の方が 23,100円となっているんですが、なんとですね公式サイトでは 30% オフの約16,000円くらいで購入することができます。アウトレットでも16,000円ほどで購入できるんですが、調べてみるとネットでもほとんどのサイズが残っております。こちらのブラック以外でシャレ感のあるカーキの2色展開となっております。カーキの方もほとんどのサイズが残っていたと思います。
こちらの動画を見て気になる方は概要欄に公式サイトのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。いかがでしたでしょうか。今回はこちらの機能美あふれるシャレ感のあるデザインのラコステのスニーカーをご紹介させていただきました。なんといっても定価よりも 30% オフの約1万6000円ほどで購入できるのはかなりお得だと思います。ランニングにも使えて、普段使いからアクティビティまで使えるので非常に重宝すると思います。普段衝動買いをしない私も惚れ込んで購入した一足となります。買って間違いないかと思いますよ。ここまでご清聴いただきありがとうございます。これからも大人の男性におすすめするファッションアイテムや着こなしについてご紹介していきたいと思います。お見逃しがないようにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。